塚本さん大丈夫？どうした？ちょっと気分悪い。はい。あ、そしたらちょっとあの涼しいところで休みましょう。はい。じゃあのおばさん道具を、はい、はい。取ってください。あ、香りはちょっとあんまり良くないね。あ、朝ご飯食べた？ちゃんと。あんまり食べてないです。食べてない。はい。もう朝からちょっと気分悪かったの。はい。あ、そっか。そしたら、ちょっと、少し寄っかかろうか。はい。じゃあ足も前にちょっと伸ばしましょう。ちょっとメッカ測らせてね。あ、少し早いね。そしたら、水分補給しましょう。マスク外せるかな。自分で取れるかな。はい。ゆっくりでいいので、二口ぐらい。気分どうかな。まだちょっとふらつきます。ふらつく？はい。分かりました。おばさん、そしたらちょっと体を冷やしましょう。したら今度はここに横になりましょうか。はい、おばさん、そしたら、ちょっと体温を下げたいので体を冷やしましょう。はい、ですかね。はい、じゃあこれ足首の内側に当ててください。はい、はい、そしたらこれを今度は手首のところに当てましょう。はい、はい、そしたらこれを今度は首の横のところに当てましょう。はい、はい、で可能であれば今度は、肘の内側で、あとは頭の横のところもあれば、冷やしたいので冷やすものがあればそこも冷やしてください。はい、はい、そしたら今度は、涼しい風を仰いで当ててあげましょう。塚本さんどうですか？